花尾慶郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾慶郎でございます。一週間ご無沙汰いたしました。金尾慶郎の音楽魂、今日も、楽しくやっていきましょう。まずは松下俊美さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします。今日のですね、お客様早速ご紹介いたしましょう。はい、吉田よしこさん、はい、イエーイ、どうもこんにちは。どうも、この間そう、お久しぶりって言おうかなと思ったけど、結構最近会ってるから。そうですよね、はい、先日ね、永原源ちゃんの、ね、そうです、へいへいまいまい、へいへいまいまい ね、楽しかったですね。なんか久しぶりに終わって、ちょっとね、お酒も飲めたし ね、あの渋谷のね、百軒棚なんて、はい、懐かしい場所、うん、あれすごい、あの素敵な場所でしたね。あのね、 BYG はね、 BYG 古いんですね、70年代からあるんですね。ねえ、うん、あそこは素敵でしたね。なんかやっぱり歴史を感じる、こうね、なんか魂がね、あそこに住み着いてる感じしますよね。はい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 、本当にね、びっくりした。初めてね、僕伺ったんですけども、びっくりしました。素敵なね、場所で、湯川東弁さんもね、あと大野恵里さん、ね、いろんな方がね、いらして、ここに出てる人ばっかりいたんじゃない。そうなんですよね。だから、ある意味なんかすごく、なんだろうな、こうファミリーっていうか、ね、そういう雰囲気がね、ありましたけども、よしこさんといえばですね、もうおなじみになりましたけども、もう十数年前ですかね。本当にこの番組がね、始まってすぐぐらいからお世話になってて、はい、そうですよね、もう今だから、でも今でも変わらずね、光り輝いて凛として。でも、いや、元気だね、カナオさんね、すごいね。突然スイッチが入るな、やって。あ、入りますね、突然。うん、もうそういう風になってるんですよね。なってる、なってる。やっぱラジオの日は早起きす、あ、でも普段も早起きよね。早いんですよ。ね。もうね、だんだん年食ってくると、もう寝る時間はそんなにいらなくなるんですよ。ああ、ね。うん、だん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 、そのそういう重ねる間にね、遠くに行ってしまうというね、まあそれは自然なことかもしれませんね。だからあんまり、なんていうかな、寝なくても平気になりましたよね。あ、そう。でも、ほら、度を越すとみんな体痛めるじゃないですか、酒の飲みすぎ、タバコの吸いすぎとかっていう ね、それだんだんできなくなるんですよ、ちょうどいい感じで。お酒ももうあんまり飲まなくても平気かな。本当ね、はい、私もワインボトルで買うじゃないですか、はいはいはい、3日半ぐらい持つ、1本でね。なるほどね。4日ぐらい持っちゃうの。もう最後美味しくなくなってるんだけど。時間が経ちすぎて。そうそう。ね、吉田よしこさんですけどもね、皆さん、お待ちかねだと思いますが、今日ね、CD、これライブ CD2 枚組になりましょうか。そうですね、それは去年ね、去年の7月の3日にね、確か去年持ってきたような気がするんだけどね、なんかライブ、これここにかけてないでしょ。あ、そう、この中からかけた覚えはそっかあんまりないですけどもね。そうですか。いやいや、いや大丈夫。これエバーグリーンっていう、素敵な、はい、これ先ほどお話聞くと屋久島でね、そう、そのね、本当ね、このジャケットの写真にね、助けられたというかね、とても閉塞感のある時期だったでしょ、はいはいはい、去年4月5月は本当に人がもう歩いてないような状態でね、でその頃に作ってて、で友達の本当に古い友人のね、川辺博っていうね、カメラマンの人なんだけど、彼が昔屋久島でね撮ってた写真があって、
てそれを送ってくれたの。あ、そうですか。 そうで、それが本当この写真にね、うん、自分もなんか励まされて、うん、生命力がね、さっきとしみさんが ね言ってたけど、うん、実は僕屋久島にその永住しようと思ってたの。いや本当、もうね、もう20年30年ぐらい前かな、うんうん、でそこにね住み着こうと思って行ったんですよ、うん、で金もないのに、うん、あの土地ちょっと見て安かったのよ、パイナップル畑やってる人がいて、うんうんうん、知り合いに、でそれであの敷地の中に小川が流れてて温泉があるの、でそういうね時期あのもうね、そうそうそう、なんかちょっと疲れちゃった時期があって行ったんだけども、うんうん、猿と鹿しかいないの、うん、いや人間と猿と鹿 の、うんうん、あの人口というか、うんうんうん、あれが同じぐらいの割合、うん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 、でほらまあそういう話長くなりますけども、うん、そういう、ね、時期もありました ね、 あね、うん、あのやっぱりそういうとても憧れる場所、私、うん、ただ一回も行ったことなくてね、うんうんうん、みんな友達は行っていてね、うんうんうん、そのやっ杉をね、はいはいはい、あ のところまで行ったとか話を聞くんだけどもね、うんうんうん、一回行きたいと、元気なうちじゃないといけないから、ね、だからあのやっぱり 雨が多いからね、緑を育つんですけども、うんうん、あの要するに北の方はもう雪が降ったりして山高い山の島ですからね、うんうん、南側はもうハイビスカスにブーゲンビリア咲き乱れて、っていう島ですよね。ただあのドームハウスとかね、いろんなものを作ったりとか、そうでしょう、あと石で、ね、石をこう積み重ねてお店にしたりとかね、やっぱり面白い人たちが住みついてるでしょ。そうそうそう、ね、そういうことはありましたよ ね、 ね、まあ、一応ね世界遺産なんで一応限られてくるかもしれないけどもね、そうそう、うん、行ったことありましたね。そうですね、もう夢は破れましたけどということで、このアルバムの中から、はい、早速、うん、聞いてみましょうか、ライブアルバムですけどもですね、この、アルバムの中でディスク2の1曲目ですね、これはね、私があなたを思うとき、ライラライライラライライ、あ曲がりくねった道を歩く、山は右に左に位置を変える、景色ばかりに気を取られそうだ、頭が作ったものを心が使う、臭いのは魚じゃなくて売り手の私だよ、舞台からガリレオの声がする、聞こえたでしょうか、正義と正義、ゴミを抱えた正義がぶつかり合う音の中、今夜のラジオを聞きながら、今朝の新聞をもう一度めくりながら、私はあなたのことを思う、泥色に濁った川のほとり、向こう西さえよく見えなくて、あの青い海に向かっていることを忘れ、良きことはカタツムリの速度で進む、スクリーンからマハトマの声がする、聞こえたでしょうか、正義と正義、忘れ物した正義がぶつかり合う音の中、今夜のラジオ聞きながら、今朝の新聞をもう一度めくりながら、私はあなたのことを思う。
ライライライ、ライラライライ、あ心が作ったもの、心が語る。僕はこういう頑固な人間なんで、すみませんね。画面の文字が青く揺れる、聞こえないよ。正義と正義、顔の見えない正義がぶつかり合う音の中、今夜のラジオ聞きながら、今朝の新聞をもう一度めくりながら、私はあなたのことを思う。道は続く、川は揺れる、道は続く、川は揺れる。あなたに話しかけることが希望。道は続く、川は揺れる、道は続く、川は揺れる。あなたに話しかけることが希望。道は続く、川は揺れる、道は続く、川は揺れる。あなたに話しかけることが希望。私はあなたのことを思う。ライライライ、ライ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 、あ はい、ということでいかがでしたでしょうか。このライブ CD2 枚組の CD ですね、エバーグリーンからお届けしました。まあ聞きながらちょっとね、あのいろいろ裏話をしてましたけどですねあのこれいつ頃発売でしたっけ。去年のね、2020って書いてあるように、はいはいはい、はい、2020年の3月29日ということですね。それはライナーノーツを書いてて、発売はね、はい、7月の3日、はいはいはい、はい、あ、これはこの時はよしこさんのライブっていうか、あの長田さんとかと一緒にね、たこ焼き、そうです、長田たこ焼きと、はい、あとジャンボ奥谷さんって、あのマンドリンのね人と、はい、で岡本修道くんって言って若い、まだね30代の子が、うん、オペレーターが全部、あの全部ね、うん、ミックスやってくれて、なるほどね、これ素敵なアルバムですけどもね、これやっぱりあのライブ会場とかで、あの全部、ね、持ち歩いてますか、はい、ただあの、あ、今ね持ち歩いています。ただそんなに持ち歩く、あの通常よりはね少ないから、うん、あ、回数もね、ライブもね、最近は、うん、そうですね、うん、まあ今ちょっと微妙な時期っていうは時期なんですけども、まあ、ライブハウスも ある程度こういう時期だからこそ、私たちもやっぱお互いにこうそこを乗り越えていくようなね形でいいライブをね、うん、やっていきたいですよね、うん、そうそう、うん、なんかあんまり特別な感じでなく、本当にね、うん、普通にやり続けてるんですけどね、うん、私は、うん、あ、そうですね、うん、あのただダメと言われればやらないし、うん、あのでもこちらから断るってことは ほとんどなくね、うん、ずっとこの1年やってきて、うんうん、でもそれでいいのかなって思ってるし、うん、もちろんそのちゃんとね気をつけながら、うん、あの黙ってマスクして聞いてもらってる分には、うん、そんなに危険なことはなくてね、うん、あの
ただその後ね、ハメ外して、あの飲み食いとかおしゃべりしちゃうとね、あれだから。でも今も本当8時で終わるじゃないですか、特にあの都会の場合はね、はいはいはい、だからもうそのハメ外しに行く場所もないから、そうなんですね、本当ね、やっぱりね、それは、あの時短に何の意味があるとかね、いろいろとあのそういう意見もあるけど、私はやっぱりそのおかげでね、パッと家に帰って結構その健全な、健全な ね健全な生活スタイルだよね、なるほどね、あの不健全な僕にとりましてはですねちょっと物足りないなんていう感じで、物足りないよね、物足りないよね、いたしますが、あのでもまあ暖かくなってね、やっぱりそのウイルスにしてもね、いろんな形で、ま、変化してくると思うんですけどね、ただいい形にな、ま、な世の中がなっていくためにはやっぱり、ま、自分も健康じゃないといけないしね、本当にね、だから、僕はね、なんかね、やっぱりその結構ある程度抵抗力をつける、自分自身がね、やっぱり人とは歌ったり、笑ったりすることも人ってあるじゃないですか。でもね、大事ですね、おしゃべりするだけで スキッとするもんね。そうそう、夜はもう眠れない時期があったじゃないですか、そんなことなかった、ここ1年ぐらい、なんかもう明日が不安で、いや、そうそうそう、ありましたよね、不思議ね、やっぱり体って正直でね、不安になるとね、いろんなとこ痛くなったりね、そうですよね、やっぱり、ね、そういう精神的にまあ、マスコミとかも毎日毎日もうなんか明日が分かんないようなことをずっと言ってたじゃないですかテレビとか、だからもうそういうのもね、なんかやっぱ不安の要因になると思うんですよね。そうね、まあみんな初めてのことだからね。そうですよね、全部正しいことを求めるのはいけないと思うしね、まあね、だからでもまあ自分たちなりのね、自分を守ることもね、しながら、でもいろいろためになったっていうかね、そのおかげっていうのもいろいろ副産物でね、ありましたね、ありますね、ああいう、私は結構そのオンラインで、ライブのオンラインはね、なかなかね、まだ難しい、その雰囲気を伝えられるそういうものがね、私には力がないから、でも遠い友達と、今までだってできたのにと思いながらね、海外の友達とオンラインで喋ったりとかね、何人かでとか、あとは、まあ、先輩にちょっと分かんないところギター教えてもらったりとかね。そういうのはいいですね、面白いね、そう、僕はまだそれ使いこなしてないんですよ、なんか携帯まだうまくね使えないんでね、こうどうしていいか分かんないすいません大丈夫、いや私そんな偉そうなこと言って、私も人に言われるままにやってるだけで、自分でなんかやろうと思っても全然まだできないよ、でもずっとね、そのライブをその淡々とやり続けて、まあ、例えば十数年前に吉田よし子さんとお会いして、まあ、この番組を出ていただいて、かなり僕はなんていうかね、今がこうすごくなんていうかね、一番いい感じのね時期だと思うんですよ。最初の頃ってよし子さんね、お見えになった時にもう震えてた、今日は歌いたくないわって、いきなり本番前に今日は歌いたくないから CD にしてって、そういう時期がありましたよね。本当はちょっとね、本当はそういう状態で人前出ちゃいけないんだけどね、そのまんまでやった。ただ僕はちょっと呼び出したりしてそういう時期を知ってるんで、それでね、もうとにかく常にこう、まあ、具合悪い時期があったの、いろんなね、後遺症もあって、それで呼び出しね、誘ってもらったよね、立ち飲み屋で、そう、立ち飲み屋でね、投げ銭ライブ、もう投げ銭ライブやろうよっつって、よし子さん来てくださいっつって、で酔っ払ってるから客は2回ぐらい回すのよ、お金が倍入ってくる、すごいな、よく入るわねとか、そうそう
同じ人が、もうそうよ、同じ人が家の前に酔っ払ってたから、酔っ払ってるからで、なんか隣に酒屋があるのよ、それで持ち込んで、でそれをなんか何千円かで飲めるとか言ってね、面白い店だった。なんかね、すごいあの時ね、誘ってもらってよかったと思って、ちょっと生き返るぐらい元気になった本当で、CD も結構ね、そうよ、酔っ払いが買うんだから、買っちゃって、うん、でまたさ、来た、要するにもう酔っ払いばっかりいるようなところにね、その吐き溜めに目に釣るよそうよね、釣るが舞い降りたみたいな感じになるからもう酔っ払いがさ、バーって出てきた途端にさ、なんかうわ、誰だろう、なんだみたいな感じで、びっくりしちゃったんでしょ、うん、俺はもうね、そういうところ慣れてるからあれだけど、よしこさん慣れてないけども、そういう呼び出したことありましたね。そうだから、あの本当にね、あのもうできるのかな、できないのかなっていうぐらいね、うん、ちょっと非常に具合の悪い時期だったね、うん、やっぱりでもね、それね10年近くかかったの、うん、なるほどね、あの抜けていくまでにね、うん、それはちょっとこう長い間飲んでた薬の副作用もあったんだけどもね、うんうんうん、なるほどね、うん、すごい荒料理人っていうかね、うん、そうそう、乱暴な、うん、いきなりそういうとこ連れてくる。でもなんていうかな、そういうことを僕も知ってるので、うん、なんか今はね、この間なんか一緒に、まあもちろん大野恵里さんはね、うん、ああいう地下のこうとこでももうエンターテイナーだからさそうそう、ジャズクラブになっちゃうわけよ、そう、突然空気がね変わって、空気がもうガラッと変わって、うん、聞いてる人がね唖然としてったね、そう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 、うん、あれもすごいしね、よしこさんはね、もうガーンってこれでもかい、かっこいい、どっからでもかかってこいみたいなね、かっこいいよね、本当にかっこいいです、うわいいなとか思って、だからそれ見ててね、もう嬉しかったもん、あーね、うん、あの、なんだろうな、うん、こう、うん、そう思いますよねもうちょっと話いっぱいになっちゃうんで、今日、うん、あの 生歌やりますか、ね、あのちょっとね、素敵なギター今日はね、なんか生じゃないと歌えない歌もあるんですね、あの CD にね入れられない曲っていうのが私の場合はね、いろいろあって、放送禁止ではないんだけども、
けのリフレイン繰り返すだけ気取っているバレないように舞台降りれば逃げ出したい気分迷っているふり本当は怖いだけさうんざりされる前に君に打ち明けよう今夜パパパパパパパ柳と風と山と恋人と甘いリフレイン全てを包み込む歌になろう全てが輝くように歌おう今夜いいじゃないですか、はいね、心が現れるようだろう、ね、ようだろうって言うようだろうってその、ね、これはなんていうタイトルですか、ね、ハーポのブルースって言ってねハーポのブルース、うん、ハーポのブルース、うん、作った人はフィービー・スノーっていうね、はいはいはいね、えもう亡くなられてしまったけども、はい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 、いい歌をねいっぱい作って歌ってたね、うん大好きな人で、うん、ただねちょっとやっぱり CD には入れられない事情がありあ、はいはいはい、日本語にしてはいけないとかそうなのそうですね、うん、かなり忠実にね、うん、私には珍しく忠実に日本語に してみたんだけどね、うん、これはよしこさんがあれ名訳詞っていうか、うんまあうんうん、あなるほどね素敵ですよね厳しいですねそれでも、まあ、それでもダメなんですかねやっぱりね、うん、日本人はね、うん、いいじゃんってね思うわけね、うん、意味が分かった方がいいじゃないのって思うんだけども、うんね、これはねやはりね捉え考え方でやはり自分の曲を、うん、なんか違う響きの言語でね、うん、歌われたら嫌だなって思う人もたくさんいると思う、うん、そういう英語ってやはりほらとても、うん、メロディーにね、はい、とても、うんうん、そうなのそういうリズムがね、うん、ある言語で、うん、そのためのメロディーっていうかね、うん、その言葉の響きをね、うん、ともうセットだから、うん、それをこう角張った日本語でやるってどうなんのかなっていうのはね、うん、すごくあってだから何年も何年もね、うん、今の曲でも悩むわけ、うん、どうしようかなってだから歌い出すまでに10年ぐらいかかる曲とかもあって、うん、ここまでやったのに許可が下りないのっていうのは残念だけども、うん、まあね、リスペクトして歌ってる、うん、歌うわけだから、うん、ダメなものはダメってちゃんと言うこと聞かなきゃと思いながらね、うん、なるほどね、うんうんうん、まあそういういろんな問題があるのかな悩ましいけれどね、うん、でもさ昔のポップス、うんうん、50年代60年代のポップスとか、うん、なんだっけ VACATION 楽しいなとかさ、ね、ああいうねこう日本語で覚えたポップスもいっぱいあるじゃないですか。そうですよね。テネシーワルツなんかも、うんねリチエミさんので覚えたしね、はいはいはい、すごく綺麗な日本語がついてるの、うんうんうん、でそういうのはね、うん、素晴らしいなって思うんだけども、うん、今厳しいねなるほどね、うんうんうんまあでもこうやってこうラジオでね歌っていただけるっていうのは素晴らしいライブでねライブで、うん、聞いてこれなんか来てお便り来てますね来てますね今日これすっごい長文達筆達筆でちょっとファックスですかすごい達筆なんだ行書っていうんですかね、うん
これどちらさん、これはですね、はい、大阪府の西岡由紀子さん。あら、はい、ご存知、西岡さん、はい、金尾芳郎様、はい、本日ゲストの吉田芳子さんの時だけの聴取で申し訳ございません、うん、はい、ありがとうございます。芳子さんの力強いギターや歌声、うん、そして優しさにいつも励まされています、はい、リクエスト曲は、うん、海になってしまえです。本当みんな泣いているんだもん、はい、ね、あまり歌われないのですか、うん、あなたの船もよしこさんバージョンでいつかぜひお聞かせください、うん、これからパソコンの前でスタンバイです、はい、また大阪でお待ちしています。ほうほう、 ありがとうございます。ありがとうございます。よしこさん、そうなの、達筆ですよね。そう、あのいつもねご夫婦でねいらしてくださってね。あ、そうですか。あのいろんな斉藤哲夫さんとか、はいはいはい、あと香川亮さんとかね、うんうん、そういう方のファンのご夫婦でね、でも私のライブにも来てくださって、うん、なるほどね、そうなん、素晴らしいですよね。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、そう、ありがとうございます。来ちゃったの ね来ましたよ。僕の方からもね、あの、はい、ご紹介しましょう、ファックス来てますね、金尾芳郎さん投げ銭 FM オンチューという、はい、投げ銭 FM ということはチャーリー佐藤さんでございましょうかね、はい、こんにちは。暖かくなってまいりました。放送が始まっている頃にはあちらの日本大使館でバトルをしているであろう娘に朝からエールを送っております。あちらっていうかフィリピンですよね。娘さんフィリピンに今いらっしゃって、うん、ちょっとまあこちらに要するに戻ってくるっていうかどうかっていうね、はい、ことだと思いますが、娘はまだ17歳、一人で不安な気持ちだと思いますが、そこは私の子、気張って戦ってくれると強く信じております。でなかなか難しい問題がね、あのやっぱり、ね、あの簡単にちょっとあの自分の娘なんだけども入国できなかったりとか、ね、またコロナもあるしね、なんかいろいろあるんですよね。よしこ姫には大変申し訳ありませんが、金尾さんにオンニュアサイドをリクエストしたいと思っております。チャーリー佐藤ね、まあ、今日はあの、ね、投げ銭2万円来ておりますけどもね、わお、すごい、これでちょっとランチでもしますかね、ということでね、チャーリー佐藤さん、ね、ありがとうございます、はい、ちょっと、はい、いいですかね、これ、博多の美希さんです、ね、博多美希さんいつもありがとう、はい、皆さんこんにちは、うん、はい、こんにちは。朝は晴れてたけど少しずつ雲が増えてきてる博多です、うん、先週の金玉もお楽しみ様でした。ありがとうございます。リクエストにもお答えいただき感謝です。ありがとうございます。そして今週はまたも準レギュラーの一人、うん、吉田芳子さんですね。お帰りなさい。3回以上はもう準レギュラーってね、金玉の時とはまた違うゆゆったりした午後のひとときが楽しめそうですね。いつもゲストの出番前にいろいろと勝手に予習するんですけど、芳子さんの歌はやっぱりいつ聞いてもアレサ・フランクリンじゃないですけど、語るように歌う、なんていうか誰かが聞いても人に優しくなれるようなストーリーが素敵です。それに何と言っても言葉が綺麗で本当に気持ちが良いです、うん、最近思うことは、うん、人間は出会いと使う言葉でできているってことです、うん、使う言葉でできている、出会いと使う言葉ね、うん、はい、ほうほうほう、なのでとても嬉しくなります、うん、最近とても残念なことなんですけど、うん、言葉遣いが汚い女性に会う機会があり、うん、少し悲しくなってたとこだったんで、うん、勝手に気持ちの浄化ができそうです、うん、今日もあっという間の1時間を楽しんでくださいね、うん、こちらが、うん、それがこちらに伝わりますから、はい、リクエストはフォーチューンが聞きたいけど何でも OK です、うん、全部言葉が綺麗だし考えてます、うん、金尾さんにはリバーサイドマイホームタウン、うん、だけど何でも OK、うん、で金尾さんに、はい、先週金曜日山善さんにはきちんと伝えました。あ、ありがとう。俺は元気ばいって金尾さんが言ってました。でそしたらあの山善さんが、山善スマイルでガハハって笑ってました、うんうん、確か今夜は西成の神様との新世界ヤンチャーズでされるみたいです、うん、あ、今ツアーやってるんだね。日曜日はあの博多のね、僕、はい、あの昭和時代からのね、まあ、友達ですね、はい、まあ、同じ年かな大体ね、うん、日曜日の佐賀で俊さんのステージ、菊田俊介さんですね、はい、とにかく最高でした。 ありがとうね。明日は、
しゅんさんはかなおさんもされたファンキードッグなんで、今月の予算と相談しながらなんとか行きたいなと思っています。明日そうなんだ、ファンキードッグは、ね、よろしくお伝えくださいましたね。ぜひ行ってください、ね、はい、ぜひかなおさん明日のライブも楽しんでください。明日ライブなんだね。僕もね、明日どこだっけ、明日は、越後屋キューピー、あ、違うんだっけ、うん、そう、鶴間、鶴間っていうところの越後屋キューピー、初めてのところですね。名前がすごい、バンドでやりますね。明日は渡辺武史、金丸義郎、赤井浩二郎、ごぼう鈴木、松下俊美ということでね、はい、初めて伺います。ます、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。鶴間はボナンザしか知らない。あ、ボナンザはね、僕初めてやったんですよ。あのボナンザので太郎さんが僕なんか気に入ってくれて、ほんでね、なんかね、同じ空気感、そう、それで一回行って、うん、であんまり宣伝ができなくて、うん、まあ、その時お客さんもあんまりね、うん、呼べなかったんですけど、うん、まあそれからなんかバンドでやる時も来ていただいてね、まあ、でおそらく明日もお出ましになると思いますけど、あ、そうか妙に ね、ちょっと元気で、ね、うん、いや太郎さんね、うんうん、すごいですね、82歳、2歳、うん、それでバイクに乗ってるらしいの、うん、そう、すごいな、ね、ファンキーですよね、あの人ね、うん、でもね、あのそうやって出かけられたらいいね、うん、あの出かけた方がいいね。なるほどね、うんうんうん、僕もね偶然ちょっとこの間あの突然伺ってね、うん、ちょっと差し入れ持って行ったんだけど、うん、その時会えなかったんですよ、うんうん、であのちょっと留守番されてる方がいたんで、うん、一応ことずあの預けて、うん、あのやっぱり いつまでも元気でね、うん、いらっしゃるの素晴らしいなと思いますけど、うん、ということでね、はい、あの博多のミキさんありがとうございます。そうだそうだ、うん、忘れそうになってた、こうメッセージが、ごめんなさいね、よしこさん、はい、いらっしゃってるのにメールが来ちゃったんで、はい、来ちゃったっていう言い方変ですけど、うん、ね、うん、これは工藤さん、うん、こんにちは、うん、省略しますね、はいはい、緊急宣言も21日で終わります、うん、警戒を怠ることなく、うん、暮らしていくには越したことはありません、うん、さて今日はリスナーでおなじみのマリと桃子さん、桃子さんのお誕生日です。あ、お誕生日おめでとうございます。これからの1年を、の先週、青春を謳歌してもらいたいです、うん、でどうかスタジオからバースデーソングをプレゼントしていただけませんでしょうか、うんうんうん、まあそうだね、まあ、とりあえず今日はね、はい、ちょっとそれはね、はい、後でじゃあお届けしますか、はい、桃子さんとりあえずお誕生日、とりあえずじゃなくてお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。イエイ。私の友達の園山さんも今日のおめでとうございます。誰？園山さんってね、サックス、あ、サックスの園山さん、あ、そうなんですよ、おめでとうございます。今日お誕生日なの？そうみたいですよ。よしこさんもあれじゃないですか、近い3月ですよね、3月生まれ、もうね年取っちゃった、あ、過ぎちゃったんですか、そうそう、初めの方なんだ、あ、あ、そうなんですか、今日バースデー、なんか最近お誕生日の方多いような気がする、ね、3月結構いらっしゃるの、うん、微妙なとこですよね、1年じゃ先に行っちゃうわけですよね。そうなのね、それってすごくちっちゃい頃って差がありますよね、大変なことでした、ね、1年本当にそうですよ、丸々1年ぐらいしかついていくだけでね、よくだからあの、うん、トイレとか行けなくてね、幼稚園とかもなんでついていけないわけよ、その1年近く年上の人と一緒になるわけよ、あ、はいはいはい、はい、3月だから、4月入学だからね、そうかそうか、そういうことでね、うんうん、特にちょっと私はね、うん、遅れてたの、そういうのがね、うん、あ、そうですか、うん、4月生まれと3月ってね、うん、未だにその幼稚園時代とか小学校低学年の頃のなんかドキドキ感って、うん、あ、思い出します、あ、うん、あ、衝撃だったんでしょうね、うん、そうそうそう、一番不安な時、うん、私もその頃あるな、脳裏に、ね、お遊戯ができなくて、そうそうみんなと一緒についてくる、でも小学校の時の記憶があんまりなちょっと消えてて、あら、幼稚園はちょっと覚えて、いや高いところからちょっと飛び降りたんですよ、あ、あの風呂敷巻いて ね、スーパーマンが流行った時期あったし、飛べると思っちゃったんだね、そうそう、で前もちょっと話したけど飛べると思って2階から飛び降りたことがあって、うん、でも頭ガーンと打ったからもう生死をさまよって、
もうずっとあの意識不明ですよ。で奇跡的にちょっとそれ助かったんだけど、記憶がねあんまりもうないの。じゃあ記憶飛んじゃってるのかもしれない、ね、そういう子供たちいっぱいいたかもしれないね。あ昔全国に何人かいたみたいですよ。いたんだ、ね、亡くなったりした人がね、うん、本当に、うん、もう俺飛べと思ったもん。マジで。でへそしたら友達からね、うん、あんまり飛びきらんめえがとか言われて、飛んじゃーと思ってバッと飛んだら、ね、バカなことをしてた。生きててよかったね。ね、それで救われたんですよね。ね、うん、2回ぐらいねそういうことはこう命拾いしたことありましたね。その後すぐトラックにはねられたりしたから。その後に、うん、不死身の男ですね。そう、うちの兄がお前ゴキブリみたいなやつだなって。なかなか死なんかな。ゴキブリはひどい。なかなか死なん。お前ゴキブリたい。なかなか死なんかなんか言われて。え、ということでね、よしこ、あの、よしこさん、なんか、生歌行きましょうよ。もう大丈夫なんで。全然大丈夫ですよ。あの、せっかく今日。さっきね、その西岡ゆっ子さんから、リクエストが来たから、はいはい、ちょっと、静かな曲が続いてしまうけど、今日はそういう日に入ってください。はい、はい。はい、海になってしまえというリクエストが来たので、はい、それを歌います、はい、この星の上では誰も過ごせない。子供みたいあなたが笑う悲しい顔しちゃダメよね。でも滝のような涙、海になってしまえ。滝のような涙、しょっぱい見つめ合う時間、いつも短すぎる。強くなりたい、強くなりたいかな。ダメよね。この星の上でも夜は星のかけらたちを届けてくれる、教えてくれる。あなたの星ならいいのに。日のような涙、海になってしまえ。滝のような涙、しょっぱい。
星の上では誰も聞き惚れますよね。よしこさんはいつも思うんだけども、あの他にあんまりこういう語り部というかこういう感じで歌う人はあんまりいないですよね。いや唯一のあれですよね、個性というか。さっきもその話をしたんだけど、あなたもね。あんまり、いやあんまりわがわが俺も昼間から言うやつもいませんが、いやもうつくづくね、あのこれはもうよしこさんしかないものだから、あのそう思いません松井さん。思います、ね、なんだろうな、これがでも僕らの頃ってやっぱりある程度個性とかないと、いや本当ね、デビューできなかったので、それは本当にすごいです ね、なんかあとなんかみんな早熟、早熟だったっていうか、ああもう17、8歳ぐらいで自分の世界をね、作ってる人ばかりが周りに、私なんかもそうですよね。もう20歳ぐらいで僕同棲してたからね。あ、そんな関係ないよ、そんな話。いやいやいやどうでも聞いてないみたいな、うん、ね、ね、そうそう本当にでほら歌う場所があったから、僕あの昭和とかで歌ってても食えないんで、ディスコとかで歌ってたんですよ。ああみんなそうだね、場所が結構いっぱいあったじゃない、サパークラブとかのね、バーとかでも、そうそう、うん、歌ってあの生活ができてるとかね、うん、私たちもね、あ最初バンドだったけど、はいはい、銀座のね、アシベとか、タクトとか、そういうあのバンドのね、出るような、そういうところね、あの1日4ステージ回したりとかね、ありましたね。僕ディスコで1日6回か7回やってたからね。それで途中でね、なんかね、まかないが出るの、あなんか具のないね、ナポリタンみたいなそれでなんかね、それをいただいて、ありがでもありがたいんだよね。そうありましたね、うんうん、昭和の時はね、食パン2枚ですよ。あでも出るのよ、食パン2枚となんかいいですよ、ね、あのレモン水みたい、ね、レモン水レモン水は、ね、そういう懐かしいですけど ね、うん、ということでね、僕はあのリクエストね、あのそうそうチャーリー佐藤さんのリクエストにちょっとお答えしましょう。あのフィリピンのゆいちゃんのためにね、であとね、あの先ほどお誕生日のね、桃子さん、はいはい、桃子さんの2人のね、お嬢さん、あのその桃子さんのためにね、あのお誕生日お祝いとして、うん、あの僕の娘のために作った歌があるんですけども、はいはい、オンニューサイドをお届けいたします、はい、ちょっとぶつけなんですけども、あの適当に、よしこさんコーラス適当に、はい、よろしくございましょうか。はい、どうぞ。
チャーリー佐藤さん、のリクエストをお答えしました、オンニューサイド。あと、ももこさんお誕生日おめでとうございます。イエイ、イエイ、おめでとうございます。おめでとう。はい、よしこさん突然すいません、なんか。いい歌ね。いや、ありがとうございます。ね、いや、ちょっと歌詞飛ばした。ごめん、うん。びっくりしました。うん、こっちを。まあ、これは生放送のね、ね、よくないよね。いいところでしょ、うん、楽しい。まあでも生放送ってこうやってやってたら、あの失敗ばっかりね、毎日毎日毎回毎回の失敗ばっかりの繰り返しですけどもですね。あ、なんかミキさんから今入ってる。すみません、追記です。うん、カナオさん、よしこさんに例のラーメンカソロのお店の名前聞いといてください。全店舗で探すのは無理っす。息子さん博多のほらラーメン屋さん、あ、うちの、うん、そう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 聞いといてください。あの博多の人だから、あ、そうか、うん、ラーメン滑走路って何、ラーメン、あの、ね、あの空港にはね、ラーメン滑走路ってね、うん、ありますね、あの福岡空港ね、うん、でもね、そこじゃないのね、あ、そこゲートのね中なの。ああ、じゃあ中に入らないと、うん、中のね、うん、それもね一番端のね、うん、LCC なんあのなんていうの、ピーチ、ピーチでしたっけ、とかね、うん、あっちの本当に端の方、へー、中なんだね、中、まあ、あるんでね、すぐ分かると思うんですけどね、うん、実はね、うん、移動になり、あら、うん、そうなの、ね、なんかね、うん、ね、なんか明太子のね、うん、お店、同じ店会社なんだけど、うん、博多のね、なんかあの明太子屋さん、本当中心街にね、天神館とか、そうそうそう、あの辺に、あ、今そちらにいらっしゃるんですか、うん、うん、移動になるという話だ。本当ですか、まだいるかな、空港に。ちょっと今ちょうど移動の時期だから、そうですね、移動の時期、まあ、っていうことで詳しいことが分かったら、ね、博多にいらっしゃるんで、ね、そうそうそう、息子がね、でもね、あの大野恵里ちゃんなんかわざわざね会いに行ってくれてね、うん、すごい歩くわけ、空港の中で、はいはい、会いに行ってくれたみたいよ。本当に、うん、そうかそうか、ぜひ、うん、帰ったらカナさんも、うん、後でミキ君にね、うん、そうだよ、まあ移動になるのって分かんないもんね、それは、うん、まあ、後で聞かせてください。まあとにかくね、あの息子はもう博多っ子になっちゃってんの。何年に博多、なんで博多好きなの、言葉も好きになっちゃったんだね。本当、うん、で向こうでほら結婚、あのパートナーも見つけて家庭も持っちゃって、あ、そうなんですか、いるから、あ、なるほど、完全にね言葉がね
うん、違うの私とじゃあ僕らが行ったらもう、そうそうそう、ね、うん、へえ、面白いね、うんということで、あっという間のね1時間でしたけども ね、もうなんかお話長かったけど、ね、それもまた楽しかったですね。本日のゲストね、吉田よし子さんでした、はい、またお会いする機会を楽しみ、そうです ね、私はね明日から関西に行きます。明日から関西、大阪ですね、明日は大阪のね、はい、なんとねプロレス居酒屋いうね、リングサイドってすごい名前、明日何やるんでしょうか。明日からじゃあツアーに出かけるんですね。それからずっとね、大阪も、明後日も大阪で、はい、でしあさって月曜日が京都、いいですね、ね、ツアー頑張っていただきたいと思います、はい、まあ、詳しくね、まあ、吉田よし子さんのホームページにね、はい、ご覧いただきたいと思います、はい、お相手は、はい、松下としみ、加納よし子でございました、また来週お会いいたしましょう。 See you next time。I'm not afraid to die.